こんにちは、クリッカートミーです。ホンダ N 版のプレス試乗会では、NA エンジンの試乗車にのみ 100kg のウェイトが乗せられていました。100kg のウェイトを積んでいたのは、働く軽バンである N 版の足回りがこれくらいの荷重を想定してセッティングされたからだそう。ウェイトがないとおそらく、リアを中心に突き上げが大きくなるはずで、100kg の重しを積んでいなかったターボモデルの後席は、明らかに上下動が大きくなっていました。なお、サスペンションのセッティングは 100kg 荷重の NA も空荷のターボも同じとのこと。ホンダ NBOX と乗り比べるとややロールは大きく感じさせるシーンもあります。最も背の低いプラススタイルクールでも前高は 1850mm、 NBOX は 1790mm ですから、ドライバーや乗員が感じる荷重移動が異なるのは当然でしょう。N 版ではリアのトーションビームを NBOX よりも強化。スプリングには積載荷重に応じて最適なレートが得られるプログレススプリングが採用され、空荷からフル積載時までの乗り心地に配慮したとしています。さて、働く軽バンとして NA エンジンを選択するか、ターボを指名するかは使い方や地域によって異なるはず。試乗会が行われた木更津市の郊外は比較的アップダウンの多い郊外路。大人3人で移動すると NA では上り坂でエンジン音が高まり、息苦しいような加速になります。それでも1人で乗り、軽バンのユーザーの平均的な荷重だという 100kg 程度であれば十分に実用になりそう。ワイドレンジの6速 MT も設定されていますから、なおさら安心です。一方、アップダウンが多い地域や高速道路を使ったり荷物が多いのならターボを選びたいところ。ターボラグは明らかにあるものの、下級が始まってしまえば力強い加速感が得られます。同じ速度域ならアクセルも NA ほど踏み込まずに済みますので、音・振動関係も穏やかに済みます。